久保さん、まあ、このネタはちょっと重すぎますね。<laughs> 重すぎるねうん。まあでもね、ブラック・ジャックのね、話をね、あの久保さんがね、舞いしてたと思うんですけども、このま昨日だったのかな、僕、ブラック・ジャックの話をちょっとね、あのちょっと引用したんですけども、あのね、ブラック・ジャックのセリフで、まあ、あのストーリーでね、こういうやつがあるんですよ。 昨日、ちょっとブログ書いたんですけど、まあ、久保さん多分知ってると思うんですけど、あの、まあ、こういうね、<laughs> 描写があるんですけど、えー、父親を殺した少年が警察に追われてましたと。父親を殺した少年ね。で、えー、自ら自殺を図りました。まあ、警察が追われたからね。で、警察は、警察は少年を裁判にかけるために、 有名な外科医に手術を依頼したと。ね。で、その命を救ったのはブラック・ジャックであると。で、で,すで、命がすす救われて裁判がね、こう、されるんだけども、で、そこでね、死刑判決が出るんですよ。で、ブラック・ジャックは言うわけです。死刑するために助けたんじゃないと。そう。俺は少年をね、死刑するために助けたんじゃないと。 うん、でね、あとは、まあの、うんー、まあ、これはブラック・ジャックが、まあ、いろんな経験している中で、まあ、出たセリフだと思うんですけど、正義か、正義かと。そんなものはこの世の中にありはしないと。正義なんかねえと。<laughs> ま、ブラック・ジャックのあの、ストーリーの中で、まあ、いろんな思いがあったと思いますし、あの、まあ、アニメですけどね。うーん。まあ、あの、 なぜ死ぬ命を助けるのかっていうね。このパラ、パラレルワールドというか。うん。まあみんな死が、一番、一番の恐怖って死だと思うんですよ。一般的にはね。僕も、久保さんも銃口突きつけられる、包丁突きつけられたら多分怖いと思うんですね。まあ僕も怖いと思いますし。痛いだろうし、いや、嫌ですね。<laughs> ね、痛いの好きですか ナイフで切り刻まれるの好きですかちょっと僕無理ですね <laughs>。多分痛いし怖いし、多分人間の一番恐怖ってそこだと思うんですけど、ただ結局まあ死ぬわけですよね。年取ると。うーん。だからまあ悲しみ、まあいろんな事故だったり事件だったりとか、まあ今コロナでね、あの亡くなられてる方もいるんだけども、結局のところみんな亡くなっちゃうんですよね。うん。ただこのなんだろうな、 だ結局のところは死ぬんですよね。だから要は、その、結局僕が行き着いた答えは、今を生きるしかないんですよ。うん、そう。今、パラレル、パラレルピックじゃないな。あのなんかね、あの、オリンピックまたね、久保さんの嫌いなオリンピックね。あの、障害を持った人たちのオリンピックがまた開催されるわけなんですけど、そこでなんか、なんかね、見たんですけど、福知山戦ですよ。福知山戦で、 その、なんか、ま、麻痺しちゃった。福知山せ、JR 福知山線事件でもう結構10年ぐらい経ったかな。まあ、あれで事故して、まあ、100人ぐらい、福知山線多分100人ぐらい亡くなられたと思うんですけど。福知山線。福知山線事故。はい、福知山線事故。負傷者562人、死者107人ですね。JR。 で、これで、その、麻痺した人が、なんか、なんか、弓のやつなのかななんか出るらしいんですけどね。うん。だから JR 乗っててもね、まあタクシー乗ってても何してても、まあ空、空飛ぶタイヤみたいなのもありますしね。あれ実写だと思うんですけど。あ、福知山線からもう16年経ったのか早いっすね。マジか、もうあれから16年か、超早いな。 2005年。なんか昨日のことのようにね、僕思い出せるんですけど、福知山線。16年ですか早いな。まああの、まあいつ死ぬか本当分かんないんで、まあ本当今を生きるしかないかなと思いますね。今を一生懸命。うん。で、稲森和夫さんの僕好きなセリフで、 なんで稲森和夫さん、そんなすごいね、偉大なね、JAL を再建したりとか、京セラの名誉会長になったりとか、そんな偉大な成功をしたんですかっていうインタビューの問いに対してね、稲森和夫さんはね、いや別にあの、一生懸命頑張ってきただけですって言ったんですよね。<laughs> でも本当にね、それが全てかなと。日々一生懸命やるっていうことをし,でし今年か僕たちはできないってことですね。明日死ぬか分かんないし。うんん。今を生きろですね。 いってらっしゃい。